いいダメージ。止めれそうですか。はい。空母なし戦場だとこの子はやっぱ強いな。なんかひたすら外周から上がってたけど、全然無視されて、全然相手してくれなかったから、じゃあズンズクズンズクって燃やしまくってた。アタゴはまだ強いですね。うわー、これはきつそう。こういう試合はアタゴきつそう。アタゴの解説する？いらん？てか、ここらでちょっと巡洋艦の基本をちょっと解説しようかなって思ってるんですけど、まあ、ちょうどボトムだから、ちょうどいいわ。何もできんし。このゲームまず大事なのが、死なないことが大事なんですよね。なんでかっていうと、死ぬともう影響力ゼロなんで。なので、何もできなくってでもまず、死なないことが大事で。そうで、死なないことが大事なんですよ、この船。で、まあ、ボトムでもトップでも、とりあえず死なないことが大事で、日本巡洋艦、基本的に装甲は分厚めなんですけど、まあ、巡洋艦でいう分厚めなので、全然ぶち抜かれますと。で、強い姿勢が、火打ち姿勢なんですよね、基本的に。てかまあ、ほとんどの巡洋艦共通で、火打ち姿勢が強いので、すよと。なので、開幕、打ち合いは、基本的に火打ち姿勢にしたいです。で、ちょっと整理してないんだけど、ちょっとごめんね。ごちゃごちゃしてるかもしれないけど。なので敵の距離に入らずに、引き打ちで遠目でとりあえず回敵してから、撃つときは射程ギリギリで引き打ち状態で撃つっていうのが理想ですと。で、その時に、アタゴさんの弊害として一個出てくるのが、まず、単純なデメリットとして、射程が短いこと。射程が短いんで、ズンズクズンズク前出ちゃうんですよね。で、致死圏に入って死んじゃうっていうのが起きちゃうので、射程を意識せずに、とりあえず、ケツ向きで相手と開幕するっていうことをまず意識した方がいいです。で、開幕はもうリスク追わなすぎぐらいがちょうどいいです。特にボトムの時、トップもそうなんですよね。開幕で HP 減らすぎるの嫌なんで、トップももちろん安全めなのはあれなんですけど、特にボトムの時はもう、ね、ただ単に敵の養分になっちゃうのだけは避けなきゃいけないので、無理にあのスタグラの射程に入れに行こうとすると、今探知がこっちに走ってるんで何かいるんですけど、そいつに見つかって引けなくなって死ぬっていうのが、まあ結構起こり得るんで、まあ、これくらいでいいです。で、とりあえず、開幕、頭向きで打ち合いを発戦させないようにしますと。で、加えて、メリットなんですけど、この子隠蔽がいいじゃないですか。そのおかげでズンズクズンズク前出ちゃって、射程も短くて隠蔽もいいからズンズクズンズク前出ちゃって、致死圏内から敵の、駆逐艦のスポットから外れられずに、それも死ぬっていうケースは、もうなんか、あたご王道の死に方なんで、それだけ注意ですね。とりあえず、血打ちの状態で相手と快適するっていうことだけ意識すれば、とりあえず開幕促進はないです。まずそれをできるようにしましょう。今仮にスタグラがここから前出てきた時には、引き打ちの状態で打ち合い始まりますよね。そんな感じで、とりあえず引き打ちの状態で相手と打ち合いができる状態をまず目指しますと。で、ちょっと芋すぎるぐらいでちょうどいいです。この子足早いんで、ちょっと後ろすぎたなってなったら、前進してすぐ取り戻せるんで。スタグラに逃げてきますね。こっちに何か刺してるんで何かいることは確定してるんですけど、何かわかりませんと。で、スタグラが引いていってるので、おそらくこっちに数そんなに多くないだろう。てか、もう全部割れてんのか。全部割れてて、で、さっき発砲して見つかってないので、この辺にいるのか、この島裏にいるのかなのですが、どっちにしても、プッシュをしてっても、そんなに危険性はないので、外周からプッシュしていきましょう。タフなんですけど、こいつのタフは、ちゃんと装甲を使った時にタフなのであって、戦艦みたいにズンズクズンズク行くような船ではないので、
安全に慎重に慎重にぐらいでちょうどいいですね。足は速いんで、こうやって外周から回ることもできるので、旗付けで40ノットぐらい出るしね。旗付けてなくても36ノットぐらい出てくれるのかな確か。あ、ここからはわからん。違うわ。旗付けて36ノットぐらい出てくるのかな。なんかいますね。ペコモンさん、こんばんは。でこいつにはスポット能力がないので、スポットは意識せずに見えたら撃つっていう援護系ですね。どこから撃てるのが相手にとって一番嫌かなっていうのを探して、多分ね外周取られるのが一番嫌だと思うので、普通に外周に、仮にこう逃げればいいやって思ってたら時には刺さるんで、逃げ先にアタゴがいるっていう状態になるんでね。一応見えてないスタグラとマイノーターだけ意識した方がいいですね。この島低いからあんまり使えない。これ以上はいけないかな。味方が来てくれるまでちょっと待たないといけないですね。これ以上いけないです。AP 入れときます。マイノータはこう逃げると思うんで、こう逃げてるここで腹取れるようにこの辺に行きますね。で、予想が外れたら、こっちに来るってことなんで、そしたらマサチューと距離が近くなるので、外れたら外れたでよし。いいダメージ。止めれそうですね。えい。敵巡洋艦撃沈しました。ペコポン222さん、ブプさすがです。で、選択肢2つ。タグラ追っかけるかサンダーライ引き打ちなんですけど、タグラ追っかけた時にサンダーライ殺されるんで、やめます。で、この島裏、島を背負った状態での撃ちは嫌なんで、この島を越えて引き打ち姿勢作ってからですね。で仮にサンダラが引いてくのであれば、追っかけですけど、味方来てないんで、で、サンダラからしたら僕のアタゴ見えてないんで、多分ね、引く理由があんまりないと思うんですよ。だから追っかけてくると思うんですよね。スタグラが射線入って、見えないうちに撃ちたかったんですけど、サンダラは隠蔽いいな。一応これで、引き打ちしながら左転すれば、この島で隠れることができるので。見えない間、スタグラ打ってもいいな。これあれですね。こっち側じゃなくて、左方線にした方が、仮にスタグラが頭出して、ここの退路を塞がれた後でも、大丈夫だと思ったんだけど、あれだな、サイクロンだから関係ねえな。とりあえず、スタグラ攻撃してからにしますか。1位だから大丈夫。
まあもう引いてもいいんですけどね。ここで仮に空母からバーって来たら厄介なので。味方とちょっと離れすぎてて援護がもらえないので、引いてもいいんですけど。どうしようかな。一応島にすぐ隠れれる状態にはしときましょうか。来ねえな。だったら点出したいけど。あ、サンダラは来てるね。こんな感じで、アタコくんはやっぱり、影響力を及ぼせる範囲が意外と狭いっていうのが、ちょっと辛いところですよね。これ以上、何かしようとすると死ぬんだよな。HP フルなんですけど、これ仮にサンダラに1対1申し込みでいったら多分死ぬんですよ。マサチューが上がってきて、ここが打ち合い始まった時に脇からもちょっかいかけるっていうのが理想ですかね。ああ、もうちょっとリスクを取ってもよかったな。ベンソンがリスクをって言ってるんで、このタイミングで撃てるのがぴったしでしたけど、ちょっと引き打ちしすぎましたかね。反転しましょうか。黒煙見て、当たった場所黒煙が出てくれるんで、そこを見ながら撃ちますと。まあでも悪くはないですね。マサチューと打ち合ってるところでアタゴが来て横からちょっかいかけるっていう構図にはなりました。ノーダメージだ。まあこれくらいなんか慎重すぎるぐらいでいいかな、ボトムのアタゴはって感じ。今回たまたまうまくいってるけど。あの、ボトムの船って、なんか楽しくない感じ。もちろん殴り合い、単純に殴り合いしたら勝てないんで、そういう意味では楽しくないんですけど、逆に言ってしまえば、単純に殴り合いしても、どうせ負けるんだったら、殴り合いしなくてもしても、存在感は変わらないわけですよね。だったら、こうやって移動して、え、そこにいるの嫌なんだけど、っていうところに行った方が、ワンチャンあった時、すごく、影響力出せるよね。こんな感じで。あれしか戦果出してなくても、ボトムだったら、ポンってこの辺にいるんで。ピアが上の船からダメージを与えると、経験値効率良くなるんでね。なんだから、ボトムだからといって諦めずに、頑張ってもろて。下手に打ち合いしなくていいっていうことなんで。逆に言えば。